皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日は、高橋貴子の非常識な出版記念セミナー&パーティー、大阪レポート、2019年5月14日、あり方を見せ続けること、というテーマでお話をしてみたいと思います。出版記念パーティーは、今期、あちこちで開催をしているんですけれども、特に大人数をですね、バサッとこう、大きい会場を借りて集めたのが、横浜と大阪でした。で、横浜の方はですね、横浜のレポートで、書いているので、横浜がどんな感じだったかっていうのは、横浜の方で見といていただきたいんですけれども、大阪ですね、こちらの方はですね、今期初めて大阪での単独出版記念パーティーをさせていただくことになりました。その前の本のですね、こちらの方の本が1作目で、こちらの方の、すいません、こちらの方の本が2作目になるんですけれども、1作目の時には東京だけでやっていたんですね。で、こちらの方は今回私のクライアントさん、生徒さんもですね、関西方面で頑張ってるメンバーが増えてきていたので、単独でやはり大阪でもやりたいなというふうに思いまして、今回は、大きな拠点は東京、と東京というか横浜ですね、私の本拠地の横浜と大阪、この2か所が一番大きな、セミナーとなりました。で、総合プロデュースは全部すべて私が自分でやっているんですけれども、そんな裏話も含めてお話をしていくんですけれども、まずですね、他にも豊橋とか函館とかもあったんですけれども、全てですね、話す内容が違う、構成も内容も全部違うっていうのが、今回私がやったチャレンジの一つなんですね。ですので、大阪と横浜は両方参加してくださってるクライアントさんもいますし、両方とも見応えがあったっていうことで非常に嬉しいお言葉とかもいただいているんですけれども、要はメインとしてですね、私が何を伝えたかったのかっていうことと、あと舞台裏でそれをするためにどういう思いでやってきたのかっていうのは、こちらのブログの方では伝えていこうとは思っているんですけれども、まずですね、まず出版記念パーティーをそもそも何のためにやるのかっていう話なんですけど、私の場合にはですね、例えばこちらの方も本そうでしたっけ、こちらの方もそうなんですけど、出版したからお祝いしてねというよりはですね、今までお世話になった方に来ていただいたりとか、あと生徒さんですね、私の生徒さんによりこうパワーアップした私で元気を分けるみたいな、そんなイメージなんで、与えることというか、より明日からの活力を持って帰ってもらうこと、これが一番メインにしたいと思っているパーティーだったので、私の方では毎回なんやかんやパーティーとセミナー組む時にはエンタメライブセミナーっていうふうに言ってるんですけれども、皆さんから祝辞とかお祝いいただくためのパーティーではなくてですね、どれだけ私が与え尽くして、そしてもう口いっぱいになるほどこう詰め込んで、ああお腹いっぱいっていう状態になって帰ってもらうかっていうのが、肝になるものなんで、もちろん企画からものすごくこうテンションが高いわけですよね。会場選びもだからそういったニュアンスで選んでます。横浜の方の会場は、海ですね、の近くベイブリッジも望める海際の、ハーバービューの大きな天井の高い、とても光が心地よい会場ですね。こちらの方を手配しました。そして大阪の方はですね、しっとりとこうちょっとラグジュアリースペースで、結婚披露宴とかにも使えるようなところではあるんですけれども、ラウンジとかもあってですね、非常にこうなんていうんですかね、大人な感じのラグジュアリースペースの会場で、こう上の階段からこう降りてきて私登場するみたいな、そんなのもやってみたかったんで、そういう全く違うも箱自体も全くもそもそも違う箱を用意したんですね。そして中身も当然違っていて、横浜の方は主にこう出版の、私の担当の、ゴードフォレストさんの山崎さんっていうとてもよくできる編集の女性ですね、この方に来ていただいてお話とかもしていただいていて、で私自身のですね、夫婦関係とかパートナーシップ、それがお仕事をする人とっていうことも含めてなんですけども、
どういう形でパートナーシップを取っていったらいいのかっていう自分の体験談も含めてですね、まあ、ちょっとシークレットセミナーという形でお話をさせていただいて、でその後サックスの演奏っていう形が横浜の構成で、大阪はですね、私のクライアントさんの成功事例を皆さんで共有して、私も明日からできるっていう、そういう元気さを持って帰ってもらうっていう形にして、私は、お話はほとんどしていないです。大阪の方はね、ちょびっとはしましたけど、その代わりまあサックス演奏とかで横浜ではやらなかったことにチャレンジをしたりとかっていうことで、基本は何かを必ず持ち帰ってもらって、そしてその持ち帰った種がさらにこう元気とか、まあお仕事の活性化とかそういうのに結びつくようなものでやってもらえるといいなというふうに思いでやっていたので、両方来てもらったらいいと思って作っていたので、全く違う構成にしました。で、今回はまあ大阪の方の報告をするのがメインなので、まあ、大阪はどういう思いでやったかっていうと、クライアントさんの発表があるっていうことで、まあ、これも私の実はモデルがあってですね、私のコンサルタントで、お世話になっている菅慎一さんという方がですね、毎年1月に菅谷祭りっていうのをやるんですよ。クライアントさんの、まあ、成功事例、1年間頑張った方登壇してもらって、でその話を聞いて、そこの中にいる人たちがまた来年頑張るみたいな成功のたすきリレーっていうのをやっていて、私もこれをどこかでやりたいなと思っていて、ちょっと3年遅れちゃいましたけどですね、大阪の方で、高子祭りとは言っていませんけれども、私のクライアントさんも、まあ、1年半2年の方とかも増えてきて、きっちりこう頑張ってゼロからでもここまで来れるみたいな、そういう絵を見せたくてですね、頑張った4人のメンバーにお話をしてもらう形を取りました。それによってこう私が話して私ができてしまうのは、まあ、ある意味当たり前なんですよね。私頑張る人ですので、いや高橋さんみたいにはできないですよっていう言葉をなくそうと思いまして、もっと等身大で見てもらえる私のクライアントさんたちの体験談だったら、みんなもっとこう身近に感じてもらって動いてもらえるんじゃないかなっていうことで、高子祭りじゃないんですけど、徹子の部屋みたいなバージョンでですね、高子の部屋っていうことで、私が黒柳徹子風になってですね、まあそれでこうこちらの方に私のクライアントさんがいてっていう、まあそういう形でトークライブというか、それをさせていただいたんですね。で、登壇していただいた方々それぞれにこう状況が違っていてですね、非常にこう私も成長を見て感慨深いものがありまして、インタビューしながら自分自身もね、ちょっとこう涙が少し出てくるようなイメージになるような話とかもあってですね、まあ、非常にいいインタビューができたなというふうに思ってるんですね。一番最初にお話をしてもらったのが、サピシャピックの、感動空間デザインペインターの大浦幸子さんですね。彼女司会もお願いしたんですけれども、みんなが一番ですね、共感して驚いてたのが、超ネガティブ思考の人であったっていうことが今ここまで変わったっていう、それを見てもらったのがみんなが驚きですね。今の彼女しか知らない人はいつでも前向きで頑張る彼女しか知らないので、そんなにネガティブ体質だったのかっていうほど思考がネガティブすぎたんですよね 発言も。だからまず私が彼女のコンサルを引き受けて着手したのは思考の変換、これが一番最初に着手したことですね。ノウハウ以前の問題です。そこが整わないといくらノウハウ言ってもダメだと思ったし、でもすごく昔から今ももちろんそうなんですけど、彼女の素晴らしいところは素直なんですよね。ネガティブなんですけど素直なんですよ。はい、一応私に押し切られるのに言われることはとにかくね、頑張ってやってみるっていう素直さはあったので、それが救いでしたね。で、それが自信と確信に変わっていった時に、ネガティブな自分の思いっていうのがもうスパッと切れるようになったんですよね。要は、私は依存はさせないコンサルタントなんですけれども、なんていうんですかね、その人が決めて動いてやれば必ず成果が出るような道筋は案内してあげられることができるんですね。なぜならば私お金に対する嗅覚がいいんですよ。だからこの話は儲かるとかね、こういう方向性に行くときっとうまくいくっていうのは勘で見える部分とかもあって、もちろんデータリサーチはしますけれどもね。
だから信じてくれるかくれないかっていうことと、行動してくれるかしてくれないかっていうのが、まあ成果に一番大きな直結する要因になるんですけれども、まあ、彼女の場合はとにかく素直だった。そして行動してもらったら成約率0が成約率100になるっていう、そういう体験をやっていただくことができたんですね。なので、まあ、こちらの本が特に今回、成約に特化してる本っていうふうに言ったんで、皆さん、成約を中心にね、お話をしていただいたんですけれども、トップバッターの大浦幸子さんは、ネガティブ体質からでもですね、持ち前の素直さと行動力で、まあ、成功を手に入れて、今でも爆走し続けてます。はい。そしてその姿が人々に勇気を与え続けてるっていうのが、まあ、コンサルとして見ていた私としても、私が全員を見れるわけではないので、その私に影響を受けて頑張れた誰かが、まあ、そのまた軸と種になって、その他の人たちを元気にしていくと、これが私の理想だったんで、その理想形の一歩前に踏み出す布石ができたなというのが非常に嬉しかったのが大浦さんの体験でした。そして、砂糖のいらないお菓子教室、エミシャルムの、主催の久保田智美さんですね。彼女はですね、すごく真面目だし、すごく研究熱心で、ある意味オタクなんですよね。ロジックとか、そういう成果理論の方とかね、まあ、お菓子のいらないっていうことで、お菓子、砂糖のいらないっていうことで、そういったこうビューティーの方のお勉強とかですね、たくさんされていて、で、すごく一個一個の知識が深い、とても可愛らしい、60年代のポップなお衣装とかが非常によく似合う。まあ、私は彼女に言ったのは、お菓子業界のキャリーパミュパミュを目指してくださいみたいなことをね、言ったんですけれども、まあ、そんな彼女だったんですけど、何しろコンセプトが作れなかったんですね。毎月変わるんですよ、コンセプト。だから、本人も混乱するし、私も、おお、6ヶ月終わるよとかもね、6ヶ月が一応ね、私のコンサルのワンクールなんで。でも、彼女はきちんと作りさえすれば、行くっていうのは私も確信していたので、まあ、とにかく頑張って頑張って、見せれば売れるっていうところまで作り込みをしました。そして、結果として、それを発表を紹介したら、あっという間に、最速1ヶ月で満席を作るっていうことができて、長く長くかかった期間の分、まあ、爆発的にガーッと伸びてっていうことができた方だったんですね。だから彼女の成功要因っていうのは、もちろん、その本人がですね、発信はすごくしたがってたんですよ。大丈夫ですか？ブログ書かなくてとか。大丈夫ですか、フェイスブックとかね、いろいろ言われまして、インスタは前やっててもらってたんですけど、書いてもいいけど、またコンセプト変わるような内容でブログ発信しても濃いファンとかつかないから、それはちょっと待ってくださいっていうことをずっと止めてて止めてて、よし、いいですよって言ったらバーッと動いてやったっていう、そういう方だったんで、ここの中で大事なのは、簡単に予約が入るような教室を作るためには、コンセプト設計がものすごく大事だっていうことですね。ここが、その後すぐに埋まるっていうことを考えるのであれば、そこに時間をかけるのは、まあ、正しいことなんだろうっていうのが、皆さんにも伝わったんじゃないのかなって思っているのが、久保田智美さんの例です。で、次にお話ししていただいたのが、引き算レシピのお菓子教室、引き数なずたの大下香織さんですね。彼女は、まあ、いかがですがが言えたら成約率100%ということで、自然とイエスと言ってしまうストーリー作りと、断られることを恐れないメンタルをということで、彼女自身はとても能力も技術も技量もあるんですけれども、体験会の成約率は低かったんですね、当時。そんなに高くなかった、50%ぐらいでしょうか。で、その断られるのが怖いっていうやっぱりマインドがあったんですけれども、値段も教室上げてもらって、で、かつ高額な方のコースに入ってもらうためには、ストーリー作りですね、そこになぜ入ったらあなたはいいのかっていう、お仕着せではなくて、自然と入りたいって言ってもらえるようなストーリーワークがどうしても必要で、で、その時に、入りますか入りませんかって言うとすごく言いにくいっていうのはよく聞いていたので、私がよく使っている言葉ですね、営業の時によく使っていた、いかがですかっていう、この言葉を使ってくださいっていうのを言ってから成約率が100%になった。
この言葉っていうのは相手に判断を委ねるので、お互いにそんなに傷つかないんですよ。いや、今はちょっとタイミングが違うのでって言われれば、そのままスッと引けばいいし、ぜひお願いしますっていうね、そういう方向になる答えとかもいただけるような形なので、もちろんそう言ってもらえる最後にそれを聞くわけなので、途中は精一杯どういう思いで私はこれをやっていてとかいう自己紹介とかもね、体験会で言ってもらえる時間を長く取ってもらったりとか、まずは自己開示ですね。これをしていただくっていうことを中心にやってもらって、で結果その恐れずにいかがですかっていうのが聞けるようになったことで、ほぼほぼもう100%の成約率っていうことに変わっていった彼女ですね。なので、もともと技術を持っていても決まらなければ収益としてはゼロになってしまうんですよ。だから体験会いくら開いても決まらない人っていうのは何かが欠けている。ただ聞けばいいだけなのに聞けないとかね、そういうのもあったりしますので、それを本当に体感して分かっていただいて、今ではねもう普通にもう来れば決まるみたいな気持ちになってるので、まずは自分をね分かってもらうための、大下さんも自己開示ですね、ブログをとにかく自分の思いとかを伝わるように書いてくださいっていうのをお願いした方でした。そして4人目はフルーツ工房のパン教室のハッピーベーキング、フルーツ工房の魔術師浩二さん、浩二沙織さんですね。彼女はまあパンなんですね。廃業寸前のパン教室をね、売り上げ10倍っていうことで、私のところに来た時には確かに崖っぷちの状態で、特に私はですね、自分がパンをやっていったせいもあって、お菓子とパンと料理の先生がいたらですね、一番コンセプトチェックとホームページと写真のチェックが厳しいのがパンの先生なんですよ。だって私自分の教室作るのに、パン教室レベルも訪問も100以上ね、仕事と絡んでたからにしても100以上訪問しているし、もう見たサイトなんて何百っていうサイトを見て、その中で勝てるサイトを作るっていうことで、ホームページをね作ったパンの先生でしたから、パンの人厳しいんですよ。で、浩二さんね、今のままだと無理だっていうことでお話をして。で、作り替えをしました。私ですらちょっとやりたくないなっていう自家製酵母、フルーツ酵母だけで12ヶ月できるかってことをね、話したらできますっていうのでね、やっていただいて、でそれに合わせて全部、教室の構成を組み替えて、いい人はやめてもらって、自分にだけしかできないことに特化して、教えていくっていう講座に作り替えたんですね。そして、それを、まあ、当然、出だしの頃はね、ゼロになりますから、発信し続けるっていうことをやらなくてはいけないんですけど、コウジさんの場合には継続力、ここを頑張っていただくっていうところが一番の命題になりました。一瞬途中で手を止めた時があった時に、やっぱり売り上げというか、体験会とかが全然入らなくなって、それでこう落ちた時期があったのを経験してもらってよかったんですね。継続がどれだけ大事かっていうことで。継続はですね、その時には落ちなくても後で落ちるんですね、何ヶ月後かに。私も経験してます。手を止めると落ちるのはその時じゃなくて3、4ヶ月後にじわじわ落ちるんですね。だから前に進み続けなくてはいけないっていうのを、知ってほしかったし、それは私も経験していることなので、少しの歩みで今から必ず前に進み続ける。その継続力っていうものを皆さんにこうお伝えしてね、見せてもらったっていうのが一番の大きな内容だったかなというふうに思ってるんです。だから本当になんか、ああ成長したなっていう 感じで見てて、しかもなんか皆さんがね、そういうふうに語る姿を見て、お引き受けした当初を思い出すわけですよ、私も。で、その時に、ああそうだったよね、よく頑張ったなって思って、まあ私自身も私のね師匠に報告する時とかに、まあそれは大変だった時期とかもありましたけど、二人三脚で寄り添ってもらって、まあ私は依存はさせないです。依存はさせないけど並走はします。一緒に走るということですね。だから辛いことと厳しいことをやらせる時には、私傷ついてないように見えるのかもしれないですけれども、多分生徒さんの痛みを全て引き受けるイメージで、そのアドバイスをするわけですよね、ちょっと辛めなことをトライしてもらう時には。だから自分でやる方が楽です。人にしてもらう時にそれをアドバイスするっていうのは非常につらい。
でもそれを皆さん受け入れてくれて分かってくれて頑張るから絶対に成果を出させたいっていう、それは私のもうコンサルタントポリシーですね。成果出してなんぼなんで、成果にコミットメントするっていうのが私のポリシーだから、アイデアは出せますよ。だけど行動してくれなきゃ当然出ないんでね。はい、そこのところはちょっと最近ね、私を魔法使いのように思うような方とかもいらっしゃるんですけど、魔法なんか使いませんよ。使わないけど勘はいいです。確かに稼げそうな、ところとか場所を見つけたり方法を見つけるのは得意です。だけど皆さんが動かない限りはそれは形となって現実の世界として目の前に現れないので、そういうことをきちんとやってくれる人と一緒に組んで、その人が欲しい世界を手に入れるお手伝いができるっていうのはやっぱり私にとっても、至福の喜びなわけですよね。なので横浜の方では、3ヶ月サックスチャレンジっていうことで、楽器も触ったことない、楽譜も読めない、大人になった人間が、当日アンプをして4曲を生のバックバンドと共に演奏できるのかみたいなチャレンジ。まあ大変でしたけどね、練習。少ない時間の中集中して練習をして、そしてかつそれをまた頑張っていくっていうことをやるので、横浜はねチャレンジがメインだったんですよ。で大阪ももちろんチャレンジをしたんですけれども、停滞ではなくですね、その一回できてるから、そのできてるものをさらにブラッシュアップするっていうやり方も方法論の一つとしてあったんですけれども、そちらでは私らしくないなと思って、終わった翌日にですね、私の今回そのサックスチャレンジを手伝ってくれた横浜は横浜の方で、本間さんという方と元島さんという方がいて、でまた別のバックバンドでですね、率いて私の企業仲間の方の岡田さんっていう方がですね、いらっしゃって、その時に一つチャレンジしてみたいことがあるっていうのを私が言ったら、何でしょうって言うからね、テキーラっていう音楽の中にソロがあるんですけどね、それを果たして私はやったらできるんだろうか、2週間しかないんですよ、実質練習できるのが。できるんだろうかって言って、一瞬えっとか思ったと思うんですけど、できると思いますって言われたんで、その言葉を信じて練習しましたけど、そのチャレンジを公開するぐらいに大変な作業でしたね。本当にソロをやるっていう、そのソロの部分がテキーラの曲ってめちゃめちゃ早いんですよ。で私の教えてくださってるサックスの先生に、ここをソロでやるっていうチャレンジをやることにしましたって楽譜を見せると、大概皆さん「えっ?」っていう顔をしますね。なぜなら私が3ヶ月の初心者だって知ってるからです。このフレーズとこのパートをこの速さで吹くっていうのは、1年経った人がトライするんならあれだけれどもって言われつつ、いやでもやるって決めたんでやりたいんで、最短最速でマスターできる方法、練習方法を教えてくださいって言って、先生を困らせつつですね、その言われた通りに頑張って、譜面がまだ読める状態じゃなかったので、もう耳で聞いて覚えるしかなくて、耳で聞いてリズムを覚えて、それに合わせて手を動かすっていう吹き方しかできない人だったんで、それでやるっていう、そのチャレンジですね。要はその横浜の時にも時間がないということを言い訳にしないっていうのを姿で見せるって決めたので、時間をどうにか作って練習をするっていう姿を見せて、そして成功したっていう姿を見せました。大阪の方はそこに甘んじることなく、さらに前に進むっていうことで、時間がある限りは最後の最後までチャレンジし続けるっていう、そういう姿を見せたかったので、ソロは仕上がってなかったんです。もしかしたら本番一か八かかもしれないくらいの仕上がりだったんですけど、それでも練習では何回かできたりしたんで、一か八か仕上がる、できるかもしれないっていうところで臨んだのが、今回の大阪のサックスチャレンジでした。だから見せたかったものはあり方ですね。私の姿そのもので、チャレンジする姿勢とか生きる姿勢とか、それを知ってほしかった。諦めないっていうことですね。そしてチャレンジしたんですけどね、その時アクシデントというか、私の中でも想定外のことが起こって、ソロのパートの中で難しかった箇所3箇所あったんですけど、その2箇所の方がむしろ私は練習で力を入れて難しくってやってたところは、
クリアできたんですよ。真ん中のまあまあいけるよねって割と当たり前のようにできていたことのパートがですね、音が出なかったんですよ。で、とか思って、原因と要因は後でゆっくり考えれば分かったんですけれども、その時1回じゃないですか、本番って本当は。でもまあ私主催の回だったんで3回やり直したんですよ。それでも音出なかったんですね。で、まあ、大阪の時泣いたんですけれども、その何て言うのかな、本番での泣いた感覚はやりきった、とりあえず失敗はしたけどやりきったっていう喜びだったんですね。まあだけどみんなにはね伝わったみたいです。そのなぜか知らないけど、私はこう綺麗な状態でスルッと簡単に何でもやれる人に見えているらしいんですけれども、自分で言うのも何なんですけどね、私努力の人なんですよ。努力をすればどうにかなると思ってるんで努力をするんです。だから才能とかの人じゃないんですよね。才能の人とかは多分もっと楽にできるはずです。私はもう地道に泥臭くやるしかないので、体を使って体を張って動かして手を動かして、まあとにかく地味に足使ってとかね、まあそれこそコンピューターだったら手を使って、まあ、動画だったらこうやって喋ってっていう、それをやってどうにかできるタイプの人なんで、決して天才肌ではないんですよね。それはサックスに至ってもそうです。天才肌ではないです。天才だったらもっと簡単に老けてるはずなので、それでも上達は早い方だったと思います。集中してやるっていう集中力は高かったので、まあうまくいかなくても、泥臭くても、かっこ悪くても、必死にあがいてもがいてチャレンジするっていう、その姿も多分門下生には響いたと思うよっていう、見てた方に言われた言葉でした。そしてまあパーティーそのものは終わって、部屋に帰ってみんなとね、とても楽しく二次会とかもメンバーのみんなと飲んで、部屋に帰ったらですね、ふつふつとできなかった悔しさがですね 嬉しかったんですけどね、終わったっていう充実感あった、できなかった悔しさがふつふつと湧いてきて、ホテルの部屋で泣きましたね、悔しいっつって。真央ちゃんの気持ちがとってもよく分かりました。フィギュアスケートでね、練習でどんなにトリプルアクセル跳べてたって、本番で失敗して転んじゃったら6位とかになるじゃないですか。あの気持ちがね、すごくよく分かりました。私自身の、もちろんパーティーそのものは全体的には成功だったんですけれども、サックスはとても好きな楽器で、これからもやっていくんでね、あれだったんですけれども、まあ準備をね結構完璧にしたいタイプなんですよ、エンタメライブの人なので。まあこれは例えば、マーケターで言うとスティーブ・ジョブズとかも、iPhone とかああいうののプレゼンっていうと十何回もめちゃめちゃ細かいところも指示して、ライト、スポットライトのタイミングとか自分の立ち位置何センチとかっていうレベルでまでやって、何度も何度もリハーサル繰り返して、とっても簡単に話してるように見えるのにやってるって話を聞いたことがあって、多分私もそれに似ていて、リハーサルとかはそんなに1回とかしか本番できないんですけれども、頭の中でのシミュレーションはすんごいやるんですよね。でもそれではできないのが楽器ですね。シミュレーションレベルではどうにもならないものって。緊張はしないタイプだし、楽しかったですよ。緊張はしないんです。だからそういう形で失敗っていうか、音が出なかったわけではなかったんですけれどもね。まあコンディションの楽器なので、その時のコンディションとかがまあそのまま出てしまうので、そういった体験もしてしまうね、そういうサックス演奏でした。でもやりきった感はありましたし、とてもね、皆さんに喜んでいただけて、大阪も横浜も衣装チェンジは1回ずつやってます。全く違う衣装、曲の途中で着替えるって、早着替えを入れて、特に大阪の方は派手気で行くよっていうことにしてたので、金のゴージャスな衣装からスタートして、途中で変えたらもう超ミニミニのですね、ベリーダンスとか、なんかダンスショップで買った黒と銀のですね、服に変えて、皆さんが「おお」とかって言って、すごい歓声が上がった。まあそういうのもね、楽しんでいただくのも私のエンタメライブっていう部分ではとても大事なことだったんですけれども、
まあそういったものもと、もちろん爪とかね、この月間、プロモーション月間はずっとこういうあれでしたし、お花の方もティファニーブルーのお花をお魚私のコインにしている風川さんっていうとてもセンスのいいお花の男性のデザイナーの方いらっしゃるんですけど、彼に作ってもらった会場草花ですね、それも飾ったりとか、まあいろいろと お楽しみ抽選会もやったりとか、いろいろとですね、企画した通りに全てのものが運び、まあ皆さんが何しろ感動した、明日からの活力をもらった、元気に頑張ろうっていうふうに思ってもらったってお声非常にいただいたんで、男性も女性も関わらず、そういう意味では私としても大成功だったなっていうのが、まあ、大阪の、セミナーだったんです。で、大阪のセミナーはですね、横浜ももちろんそうなんですけど、結構思い入れがあってですね、私が起業したての頃ですね、私の師匠の平賀雅彦先生の平賀会員っていう方々が大阪で成功されてる方が非常に多くいらっしゃるんですけど、その方たちが私がもうひよっこで何にも右も左も分かんない時とかに、自主的な勉強会、関西勉強会っていうのがあって、そこに3ヶ月に一度私通ってたんですけれども、まあ、その時にいろいろと教えてもらったことを、まあ、実践しながらやっていって、私は今の状態になっていて、今でももちろん学び続けてるんですけれども、その時のメンバーも呼んでいるので恩返しをしたかったっていうのと、まあ、一応ここまで成長したよっていう自分を見てほしかったので、そういう意味ではまあ、恩返し、大阪の地で、まあ、出世払いじゃないですけどね、何て言うんですかね、その出世で戻ってきて見せるっていう絵を見せることができた上でも非常に感慨深い、思い入れの深い会でした。なので、バラードとかね、吹いてる時、オーラリーとかアメージンググレースとかは、気持ち的にはそれを吹いてるだけで泣きそうな気持ちになるぐらいの、自分の中でもね、感情を込めながら、やってっていうのができて、でもちろん横浜でもそうですし、大阪でも泣いてる方とかいらっしゃったんですけれども、そういう感動を共有できたのがすごい良かったなっていうふうに思ったんですね。で、生徒さんとかもブログとかたくさん上げてくれてたんですけども、その中で皆さんが書いてくださってたのが、なんか愛があるっていうことをね、書いてくださってて、私無意識なんですけれども、愛をね、注ぐ人だって、なんかこっぱずかしいですけどね。でも私同時にですね、まあ私は私で皆さんを本当に、サポートしていくっていう立ち位置でやってるんですけど、私のサポートはですね、並走はするんですけど、前を歩き続けるっていうことも見せないといけない。ちょっと後ろからこう押してあげるんじゃなくて、前にいるからついてこいっていうタイプのコンサルなんですね。だから牽引し続けるっていう、背中を見せ続けるっていうことなんで、飛び続けなくてはいけないのですが、まあ、それによってこう皆さんを元気づけたり、ついてきてもらえるようにするっていう、まあ、それで頑張っているわけなんですけど、その私を本当に、まあ、今回の幹事チームもそうですし、私のね、クライアントさんである方たちが本当にこうみんなあったかい気持ちで会を盛り上げようとしてくれたのは、東京、横浜の方も大阪の方も一緒で、私が今回一番感じたのは、私はコンサルタントでね、皆さんにそういう勇気を与えたいと思ってやってるんですけれども、ああ、私ってみんなに愛されてるんだっていうのをすごい感じて、横浜も大阪も。幸せだなっていうふうに思いました。感謝ですね、本当に。まあそういうメンバーと会えたことっていうのもすごく嬉しいことだったし、そしてそのメンバーの成長っていうのがやっぱり私としては一番嬉しいことですので、まあこれからも私も頑張り続けるし、皆さんにも頑張り続けてほしいなっていうふうに思っているので、その一つの節目になったのが、まあ今回の出版記念パーティーでした。なので私が一つ気づいたことっていうか、理解したことがですね、私って愛されてたんだみたいな、そんな身近な幸せを改めてですね、感じたのが今回の大阪の出版記念パーティーでした。まあ2つをね、やって余計にそれを感じたのかもしれなかったんですけどね。
本当に記念セミナーになりました。なので、企画から何からもちろん私は自分でやったんですけれども、それを手伝ってくれる人がいなければやっぱり実現しなかったんで、もうタイムプランとか構想を組んだ段階でこれはもう人に手伝ってもらわなくてはいけないっていうふうにして、名指しでお願いしたところ、皆さん快く引き受けていただいて、本当に感謝の会で、自分が言うのもね、なんですけど、素敵な、パーティーとセミナーだったな、思い出に残るセミナーだったなっていうのをすごく実感しました。なので、一つの区切りはつきましたけれども、まだまだ私は多分全国も動きますし、この本も2冊ね、出ましたけど、3冊目の構想もあるので、またね、そういった本で、皆さんを少しでも前に仕事が進んでいけるような勇気を与え続けるっていう、それができたらいいなっていうのは常々思ってますし、私もまだまだ成長して頑張っていく予定ですので、本にもね、書きましたけれども、どうぞ皆さんご一緒に飛びましょうっていうね、そんな感じを思うことができる新たな出発点となる令和元年の、大きい初のセミナーが大阪の出版記念パーティーでした。だから感想を一言で言うと、私は幸せでした。すごくね。なので、それをかみしめて実感することができる、前の出版から今の出版までの1年半の自分の成長と、あと仲間たちの一緒に成長したんだなっていうものを実感できる素敵なパーティーだったなっていうのを感じています。なので、私はこれからも頑張り続けますので、ぜひ皆さん応援をどうぞよろしくお願いいたします。それでは。